はい、どうもセリカです。懐かしい <laughs> これ、昔のトップ画面ですね。画像で言うと2年前ぐらいのものになります。今回ちょっと古い動画を引っ張ってきまして、次に来る日替わりマップの木曜日の学校マップ、一緒に見ていきたいなと思います。いやー、すべてが懐かしい。<laughs> これ、いつぐらいまであったかなイベントではなくてね、常に出てたマップなので、ご存知ある方も、 初めて見る方もいらっしゃるかもしれないんですけど、3フロアぐらいあって、結構広くて、え <laughs> 死んでる即死でした。ごめんなさい。青ゼニゴってやばいね。はい、ちょっと他の動画もね、探しております。いくつかちょっと探しましたので、テロップはごめんなさい。無視してください。<laughs> 昔はね、名前これでやってたんですよ。セリカセリカでやってまして、青鬼がね、出るのもシステム青鬼が出現しましたという、 謎の <laughs>、謎のでした。自分が一番大事さん。これプレイヤーさんかなこっちより一番左端になって、もう宝箱があるだけで、逃げ回れないので、最終値になることあんまなかったような気がしましたけどね。この辺が最終値になったことはあります。変わるかもしれないんですが、死亡のね、ログも赤だったんですよね、昔ね。<laughs> もうスキンが全部古い。これ戦車はね、当時最新の <laughs>、ガチャで当てた最新のスキンを使ってるつもりです。 自分が一番大事なす。多分プレイヤーさんですね。ボットが止まってるような時でしたかちょっと他の回も見てほしいんですけど、ずっとここにいるな。<laughs> はい。じゃあ次は、えっ、ー、と、これは同じマップなんですけど、バレンタインの時かな。バレンタイン仕様になってる。ここが最終値になることあんまり当時はなかったので、宝箱あさるぐらいでしたけども。で、さっきも言いました。この辺がね、最終値になることがありまして、こっちはあんまなかったかなっていう感じ。あの、音をね、当時の音全部消して、で、えっ、ー、と、今私、 改めて喋ってて、BGM はね、それっぽいのをつけてる感じで <laughs> ございます。なので、自分が当時どんな動きをしてたのか全くわかんないまま、とりあえずは学校マップを探したので、やっていきたいと思います。で、階段登って、ここもちょっとぐるぐるして出現地でもありましたね。青鬼が出てきたりするところで、ここ宝箱にいくつかあるので、大丈夫な時はこのフロアでずっと過ごしたりっていうこともあったりしましたね。で、さっき一番最初に出た体育館マップと、 ええこと、ここのフロアと、これなんだ保健室かなよくわかんないけど。<laughs> めちゃくちゃ見にくいな、この。来た来た来た。バレンタインの時に床がすごくて、ここね。で、宝箱いくつかあるんですけど、ここ、うわ、見にくい。<laughs> 机とベッドでね、迷路みたいになってて、行き止まりがいくつかあるはずで。で、さっきのとこも最終値になることが多かったですね。この辺も。うわー、お足が遅くなってますよ。 アップはデブああ <laughs> バレンタインのリボンがいる。かわいいかわいい。おお、危ない。危ないですね。で、ここ登るとか降りるかわかんないけど、さっきの体育館に来るという感じですね。で、ここが最終値になることもあった。確か、ぐるぐる回って、最後のっていう時もありましたし、最終値いっぱいあるな思えば、いっぱいある。今のところもそうだし、で、ここ注意が一方通行というか、一車線なので、ぐるっと回れそうで、これ行き止まりなので、<laughs> 青りが突っ込んできたらもう終わります。あそこ。下にいますね。あと7人。表示は多分、当時と一緒ですね。なんとなく。ありぼーに来る。上の隙間もね、最終値になったりっていうこともありました。下ですね、これ。もう一個下もあるんですよね、ここ。<laughs> めちゃくちゃ広い。マップ。懐かしいな、本当に。いや、こういう古いマップが来てくれることは、古くからやってる方には嬉しいですし、 わ、ここ無理だな。死んだ。最近始められた方も多分。え、あ、レベルが55になった時。2位で50枚だよ、青銭はい。で、これがね、これも結構前ですね。当時フレンドマッチを企画した時に、やった時、お花見シーズンかなんかで、ちょっと画質が悪いんですけども、これも学校マップ。当時ですね、モアイか、大仏持ってる、大仏が最新の青玉ガチャだった時かな。大仏か、モアイで、 触れまいりませんかっていう企画をした時の動画ですね。ここが保健室になるのかなベッドがいっぱいあって、ここら辺の真ん中もで、ね、最終値になることがありました。<laughs> 古いね。ワードもなかなか懐かしいもので。<laughs> いや、スキン合わせて触れえるのやっぱ面白いですね。謎のシートが敷いてあって、ここの上の宝箱はね、こっからしか、外からしか入れないので、ここも注意。中から取れなかったですね。確か。いやー、皆さん元気かな <laughs> 当時一緒にやってくださった方。 まだやってるのかな動画見てくれてたりするかな <laughs> だとしたら嬉しいんですが。なので月か水、木、金とそれぞれ日替わりで1マップ追加っていうことなんで何回かやってたらこのマップに当たったりっていうことだと思うんですけど多分ね、期限が決めてなかったのでしばらくこういう日替わりマップの状態が続くかなという印象でしたね。イベントとかではなくて追加。 っていう感じだったので、この机の机の間の真ん中が最終、ここら辺が最終になることが多かったり、うわー来てる <laughs>、しましたね。なので、遊園地マップとか森マップとか、日本列島マップ、いろいろ追加になるのでね、まだまだ昔の常設ステージっていうのはたくさんあるんですけど、その中でもやっぱ人気だったというか、エりすぐりのって言ってたから、あの自信のある <laughs> ステージなんだと思います。 結構逃げやすいんですよね。フロアもたくさんあるし、最終値もたくさんあるので、なかなか楽しかったステージだと記憶してます。わー <laughs>。もがいさんがあっち側にいる一人。いやー、懐かしい。で、プラス、日暮らしの泣く頃に、卒の、えー、とコラボもあるということなんで、そのコラボマップが来たりとか、青逃げ5も多分コラボマップ来ると思うんですけど、日暮らしマップ。青逃げ5も当時あった昔の、危なさそうですね。<laughs> 昔のマップとかも出してほしいし、 青逃げ5もね、もう1個2個マップ増えるとより面白いかなという期待を込めて <laughs>。いや、昔の動画探すのめっちゃ大変でした。多分。おぉ <laughs> 時間結構かけまして探したので、で画質が悪いのしかちょっと出てこなくてですね。こんな感じになりますが、なんとなく分かったかな <laughs> ?3 フロアぐらいあって体育館と、ここの、まあ、学校の教室というか保健室っぽいとこと、 いや、懐かしい。ここに一列に並んで写真を撮ってたりしてましたね。<laughs> 同じスキンで並んで。やってた、やってた。おー、懐かしい。で、えっ、ー、と、このマップも割と早めに消えちゃったかな。なんか一周年か二周年の時にマップが全部変わった時もあったりして、恐ろしい時もあったんですけど、全部変わったんですよ、一時期。嘘でしょっていうぐらい全部変わって、その時に旧マップごっそり消えちゃって、で、牢屋マップとか復活したマップもあるんですけど、消えたままもう戻ってこない。 マップもあったりして、ここですね。当時、ここも最終値に良くなってましたね。っていう感じで、ちょっと、後半画質も悪く見にくいんですけども、えっ、ー、と、学校マップ、木曜日に現れるであろう学校マップ、多分復刻っていうことなんで、そんなに変わることはないんですが、このステージはほぼギミックもなしなんですけど、えー、いろいろ、あの、あ、お逃げしとる。<laughs> 楽しかったので、ご紹介までにっていう感じで、お流ししました。青銭 100!1 位で青銭 100! <laughs> <laughs> 歴史を感じますね。はい。ということで、動画終わりましたけども、こんな感じでご紹介しまして、よかったら参考にしてみてください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらまた、他の動画も覗いてみてください。それではまた、バイバーイ